八代さんと俺と椿鬼奴と、うん、あの浜崎さんっていう、うん、あのマンボ八代さんが一緒に ラジオしてる女の、はいはい、スカロ系の方ね。そうそうそう、うん、同じ一緒にラジオしてる人、うん、たちで八代さんのおばさんを囲む会なんだそれ。うんうん、俺はねもう15年ぐらいね、うんうん、あのマンボ八代さんの身内のお酒の席にはなぜか呼ばれるからあれなんだけど、あの沼津の劇場にも来てくれた人、うん、そうそうそう、あの人ね。沼津吉本に来るってなかなかじゃない、うん、どうですよ。ザ・パンチを見にね来てくれた、なんでなんだよってなるけどね、うん、隣住んでる。すごい強いよね、やっこは。で何も変わんないじゃん、淡々と、うん、淡々と夫婦で、ギャンブルに負けた話するじゃん。この間もだって俺変なやつだなやっぱりと思ったけど、やっこの家で大とかと飲んでた時に、うん、どういう流れか詳しく覚えてないけど、やっこが、昔のプロ野球チップスカードを俺に自慢してくる人。なんだよこれ。バラバラなんだ年代とかも。昔のプロ野球チップスのカードまだ持ってる、持ってんだよ。結構あんの。でこれ松尾さん、それでこれが山倉です。山倉好きなの。昔の巨人のね、はい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 、キャッチャーの山倉選手とか、はいはい、石毛ですとか、石毛こういう辻です、強かった時のセーブですみたいな、ね、うん、見せてくる時間の後にやっこの家にある昔のマンスリー吉本を見せられるっていう時間ね。あの椿鬼奴は、うん、確かにキャリアは後輩、1年後輩ですけど、年8個上ですから。そうなんです、もう45ですから。でもなんかね、意外と面白かったですけどね、45の女性が昔のプロ野球チップスのカードを見せてくるわけですよ。平和な、平和な職業ですよね。